北海道知事の鈴木直道です。新型コロナウイルス感染症対策に関して、4月7日新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されました。北海道は対象地域となっておりませんが、新型コロナウイルスの感染防止対策は緊急事態宣言が出された地域だけの問題ではありません。北海道は依然として流行が収束に向かっていない中、5月6日までとされる政府の緊急事態宣言の期間中については、改めてこれまで我々が取り組んできたことを確認し、取り組みを徹底していくこととし、新型コロナウイルス感染症集中対策期間といたしました。道民の皆様には改めて手洗いと咳エチケットを徹底するとともに、外出をする際は必ず3つのこと。体調は大丈夫ですか？風邪気味ではありませんか？人が集まったり風通しの悪い場所ではありませんか？感染リスクを下げる方法はご存知ですか？ということを必ず確認をしていただくようお願いいたします。さらに集団感染の要因となる3つの条件、すなわち密閉、密集、密接の場面や場所を避ける取り組みを徹底していただくようお願いいたします。また他県においては、外出自粛が要請された地域から帰省された方からの感染例が確認をされていることから、道としては北海道にお越しになった方々に、私たちがこれまで実施してきた取り組みを徹底して周知するとともに、2週間はご自身の体調に十分ご注意いただき、不要不急の外出を控えていただくようお願いすることといたしました。併せて道民の皆様には、緊急事態宣言の対象となった都府県への不要不急の往来を控えていただくようお願いするとともに、やむを得ず行くことになる場合は、当該都府県で出された要請に沿って行動いただくよう改めてお願いいたします。なお北海道では今後、場合によっては改めて外出の自粛などを道民の皆様に要請する可能性もありますので、前もって考え方をお知らせいたします。先日の政府専門家会議での提言を踏まえ、道内で今後新規患者数が連続して2桁の日が発生し、直近1週間とその前の1週間の新規患者数などの状況を比較して増加基調が確認され、感染経路が不明な患者数が多いと判断される場合には、外出の自粛などを皆様に要請することを検討いたしますので、ご承知おきください。最後に、4月7日には国の経済対策が示されました。道としても感染拡大防止と社会経済活動の両立を目指し、道民事業者の皆様と一丸となって事態の推移に即した取り組みを進めていくことが必要であり、道庁の各部局に対しスピード感を持って政策検討を行うよう指示いたしました。今後とも新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束に向け、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。